こんにちは、いこさん。今回は著作権についてちょっとお話ししますね。まあ、YouTube をやってると著作権に、まあ、抵触してますよっていうふうな警告メールが来ることが私もあるんですよ。で、ここで著作権について、まあ、何点かお話ししておきますね。一つはね、すごく意外なことだと思いますけども、これ見てください。私が撮っている地域雑誌なんですけども、ウィンクっていうね、これで開くじゃないですか。これでも著作権が侵害されてるんですよ。この記事っていうのは、この写真っていうのは、写真を撮った人にも、そしてこの本を作ってる方にも著作権っていうのがあるんですよね。それから細かいこと言うと肖像権っていうのも入ってくるんですよ。写真を撮られた方の権利ですよね。そういったものがいろいろと相まってきますんで、有名 YouTuber さんは雑誌を開いた時にここにモヤモヤをかける方もいるんですよ。そのぐらい動画が止められたりとか、それからアカウントが閉じられることについてものすごくね、ダメージを受けるよって方はそういうふうにしてます。まあ、私なんてね、チャンネル登録者1万人ぐらいの、まあ、ちっちゃな放送局なんで、あんまり気にしてないんですよね。で、ここでね、次の考え方なんですけども、悪質な使い方ですよね。明らかにどっかからのプロモーションビデオを持ってきて、アクセスを集めて広告収入を得ようとかね、どっかの映画の一部分とか全部を切り取ってきて、で、ちょっといろいろとね、工夫して、映画ですよって見せるようにして、まあ私もそういうのを見ることはあるんですけども、便利だなと思って。でも、ああいうのはね、短期間でチャンネルが閉じられるんですよ。まあ、ですんで、あの皆さんも感じると思うんですけども、 YouTube で好きなドラマを見るじゃないですか。また見ようかなと思ったら削除されてるんですよね。そういうことって結構あるんですよ。いたちごっこですよね。で、ここで言えるのは、あの自分の利益のために著作権を侵害していることを故意にですね、認識してどんどん出していって自分の利益を上げていく、もしくは自分がアクセスを高めたよっていうふうな実績画像を取っていくっていう作戦です。ちょっと前ですけども、2015年ぐらいですけども、 YouTube の教材がむちゃくちゃ売れた時ってこれをよく使われてたんですよ。著作権を侵害した動画を上げて、アクセスが高まったところスクリーンショット撮って、で、チャンネルは閉じられると、バンされるというやつですね。でも YouTube の講師っていうのは、私はあの3日間でこれだけアクセス取りましたよって画像だけ出すことができるんですよ。それによってインチキ塾を売るみたいな、インチキ YouTube 塾を売るっていうのがあったわけですよ。これに引っかかった人が1000人ぐらいいたんですよね。かわいそうだなと思います。一つね、30万から50万の塾だったんで、もうね、1000人いると3億とか5億の売り上げをその人を上げるわけなんですよ。ね、それでこの業界から去っていくみたいな、ほんと汚いですよね。ちょっと余談になりましたけども、まあ、そういうふうにしてですね、コインに使ってる方もいると。あとね、スーパーマーケットとか歩いていると BGM かかってますよね。あれが動画に入るだけでもこれが来ることがあります、警告が。で、言えることは何かっていうと、基本的にはね、あの悪意なければ、自由に使っていいと思います。 BGM でたまたま入っていたとか、それからいくこさんみたいにね、クラブの画像を撮ったら、ダンスミュージックが入っていた、これはもうそのままほっといて、特に問題ないです。ダメだよっていう時は警告が来ますから、取り下げてくださいとか、それからこれはアカウントには影響ないですけども、本当はこういうことなんですよっていうのが来ますよね。だから私がね、どん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 著作権とか気にせずやりましょうって話じゃないんですよ。こういうふうなことを知っておいて、それから動画をアップロードする、編集するときに、あ、もしかしたらこの辺で BGM がちょっと入ってるから、これに対して来るかもなっていうふうなことは認識していかなければなりますよね。同時にですね、もう完全に音声とか画像とか著作権がないものが映り込むってことは不可能なんですよ。後ろに見てください、こののれん、これだって著作物ですから、厳密に言ったらダメなんですよ。それから障子とかもですね、誰かの著作、まあこれは障子は真っ白なんで著作物はないですけども、私の場合はデザインの入ってるね、あの襖とか障子とかは入れてますんで、そういうものについてはもしかしたら著作権だよっていうふうに細かいこと言ってくる人がいるかもしれません。ただやっぱり著作権者の考え方としては、自分の著作物が人の動画とか画像によって広まっていて拡散してくれて嬉しいところもあるんですよね。だからミュージシャンが音楽をリリースしますよね。それがあっちこっちで盆踊り大会とかどっかのなんとかコンテンツで使われることによって、著作権料は入ってないんだけども、でも有名になっていいよなみたいな目論みもあるんで、申告罪といいますかね、それ使うのやめてくださいっていうふうに著作元が言ってきた時に取り下げれば、まあ全く問題がないということになります。あとはね、いきなりお前著作権違反だっていうふうにして裁判をかけられたりするのは、明らかに悪用されている時ですよね。誰かの曲を丸々コピーして、それで人を集めて、儲けていましたみたいなね、そんなことはね、ダメだよってことなんですよね。まあでも結構ありますよね、そういうのってね。なんですかね、アイドルとかロックバンドのミュージシャンを丸コピーしてライブやって、でライブのチケット売ってるじゃないですか、やっぱりね。コピーバンドっていうのは、
だからね、まあそういうのがあることを認識しながら著作権っていうのは回ってるんだと思いますよ。だからあまりにも悪質なのは摘発されちゃったりしますけどね、内定捜査が入って、私たちはそこまでね、がんじがらみにはなってないと思います。ただやっぱり著作権者に配慮しながら動画を作っていきましょうっていうことには変わりありませんから、著作権とか気にせずやってくださいってことではないです。やっぱり著作物を作ってくださった方に一定の敬意とね、それからその人の利益を守るための活動をするのも YouTube 活動の義務の一つだと思います。ちなみにですね、刑事罰と民事罰っていうのが著作権違反にあって、刑事罰っていうのは大したことないんですよ。罰金があったりとかね、交流されたことはないんです。交流されたりすることはないんですけども、罰金が下るんですよ。50万とか100万とかだったと思います。ちょっとあんまり覚えてないですけども。で、民事が危ないんですよ。民事っていうのはどういうことかっていうと、あなたのその著作権違反に対して、例えばね、 YouTube で自分の曲をね、私の曲を YouTube でバーンと流されて YouTube で1万アクセスありましたってことになると、私の CD が1万枚売り損じたっていう風な計算になるんで、3000円かける1万で3000万円の請求が上がることがあるのが民事裁判なんですよね。まあでも刑事は強制執行なのに対して民事はね、強制力があんまりないんで、その辺もね、ぐにゃぐにゃぐにゃっていう風な言い方になりますけどね、この辺はあんまり悪意を持ってね、人の著作物を使わずにやってほしいなと思うことがあります。ちなみにですけども、私の動画のリンクをあっちこっちに放り投げるのも基本的にはダメなんですよ。私の著作物なんでね、この動画だってそうですよ。だから私の情報を誰かに伝えたいときは、まあ私の場合はあまり気にしないんですけどもね、私の情報を伝えたいときは自分でその情報を覚えて、自分の言葉で喋って、自分の著作物として発信した方がいいかなと思います。MLM 塾に関しましてはね、完全に無料配布っていうかね、リンク配布はちょっと禁じてますけども、私の場合は。他のものに関しましてはね、リンクどんどん投げていただいたら、まあ、久保哲郎の速化塾がね、お一人でも多くの人に知れ渡っていくんでいいなという、そういうふうな目論見しかありませんので結構かなと思いますよね。ちょっと長くなってすみません。では失礼します。